15億円、16億円する建物が載っています。で建物を載っている作った藤原工業さんは16億円の債権がある。で一方で国の方は9億9417万7153円の債権があると、まあ、こう主張しています。何の債権っていうふうに、ちょっと明細がないので、3時にちょっと読んで聞こうと思ってますけども、おそらくまあ2億円が解体費で、8億円がゴミの焼却費かと思われます。いまだ国は、あの土地にゴミが埋まっていると、8億円分のゴミが埋まっていると主張しているのかについても、さらに理財局を読んでですね、今日は3時に来てもらうということなので、聞いてみたいと思いますが、前回国土交通省を読んだときには名刺も持ってこなかったので、もうこれ全部オープンにします。すべての交渉、我々と、私と浜田議員と理財局の交渉はすべてオープンにして、国民の皆様にご覧いただくようにします。お互い公務員ですから、何も隠すことはないということで、そのまま今日の3時からの、話し合いについてはオープンにさせていただきます。これがちょっと森友学園のところで大きな動きです。あと、マツコ・デラックスさんと東京 MX さんの裁判の日付が決まりました。先週提訴したんですが、4月の6日、が第1回目の口頭弁論です。802だったかな。マツコ・デラックスさんと東京 MX さんを被告としている裁判については、4月の6日東京地方裁判所803法廷ですね、13時10分珍しい時間ですけど1時10分から東京地裁803号法廷で、原告 NHK から国民を守る党およびマツコ・デラックス被害者の会株式会社で被告東京、まあ、メトロポリタンテレビジョンかなとマツコ・デラックスこと松井貴博さんだったかなが被告の裁判が4月の6日に行われます。あとはですね、もう一つ裁判の情報でいうと NHK の集金人が弁護士法違反に当たるのではないかという裁判3月の3日行われました。これが第1回目ということなんですが、第2回目は4月の10日、14時から502号法廷ですね。これもまあ前回傍聴者いなかったんですけど、結構聞いてて面白かったので、4月の10日、埼玉地方裁判所502号法廷、14時から、まあ、相当 NHK の弁護士の方も裁判長に引かれてみたいな感じでやってましたので、見応えのある裁判かなと思います。で、あとですね、司法書士事務所で請求書を受け取るということを先週から始めさせていただきまして、代理人の司法書士と私が一緒に NHK に出向いたところを帰れということを言われましたので、まあ、帰ってくださいということでガードマンの方に言われて、名前もガードマンも名乗らないということで副当番をして、臨場いただいた代々木警察署の関口さんという刑事さんに、書類を渡すだけでいいというお願いをしたところ、 NHK はこれを拒否されたので、その日の夜に、NHK の前田会長の自宅の方に、訪問してですね、会社で受け取りを拒否した場合は会社の代表者の自宅に持っていくというのがこれは法律の決まりになっておりますので、持っていったということであります。で翌日ですね、3月の3日と4日行きました。で今日も行く予定です。今日は16時ぐらい、まあ、その財務省との話し合いが終わった後ここを出発してですね、 NHK の方に直接また渋谷の方に出向こうと思ってます。でこれは、ちょっとこれまでですよ、実はちょっと前回話したかったんですが、全く僕の身に覚えのない請求書が来てます。これ、パークタワー東京イースト407号室、僕ここもう住んでません。住んでないのにこんな請求が来てるんで、これもうまさに架空請求なんですよね。 でもう一つわけのわからない手紙が NHK から来ていて、2月の25日付で、記録配達記録で来てて、もう一個はパークタワーじゃなくて東京シティハイス新小岩、今僕の住んでる現住所なんですけども、なんか衛星放送の新規契約の申し込みがありましたから、まだ申し込みしてません。で受信機の設置日は昭和42年8月15日、僕の誕生日なんですけど、これはいたずらだから受理しないと言ってる。こっちもいたずらですよ。
っちは設置日が2月だから、 NHK は要は本人確認をせずに契約してるってことですよ。これ完全に架空請求なんで、まあ、これはさすがに違うでしょって、この子もう住んでないで、ちょっとこれはまあ、また NHK の方にね、ちょっと悪いけど出向きますので伝えといて、でここで、NHK の本社の方が拒否するとなれば、これ新たな理由ですから、 NHK の会長のいらっしゃる千葉県の船橋市の方に、まあ、今晩も、まあ、お邪魔すると、これはもう別件です、これとは違う件でいきますので、こっちはね公党の代表なんだから、別に何て言うのかな、逃げるなんていうことを選択する時点でもうよう分からないんで、ちょっと新しい会長さんも驚いてるんじゃないですかね。 NHK の会長になったら「イルスを使え」とか「留守番電話電話に出るな」みたいなことを部下に言われてる時点でちょっとあまりにも情けないと。こちらはコートの代表、もしこちらが犯罪行為とかなんかしてるんだったらね、直ちに警察呼べばいいわけで、確かにNHK 側に対応する義務はないのかもしれませんが、請求書を送ってきて、しかも全く身に覚えのない本人確認もしてない請求書を送ってきておいてですよ、いやそんなの知らないから帰れと、要件は文書でくれと、まさにこれ犯罪集団そのものでありますので、そういうところをですね、新会長の方にはしっかりと直接会って伝えていきたいなと思ってますが、まあ、いずれにしてもですね、こういう請求書が来たら皆さんは僕のように交渉力がないわけない方が多いので、 NHK から来た請求書はですね、うちの顧問司法書士の会を生まれの司法書士がですね、無料で、受任をしてですね、請求書の発送先を皆さんのご自宅から司法書士の事務所に変えること、そして NHK の集金が来たら直ちに、司法書士の方にご連絡をいただくと、お持ちの契約されてない方は我々コールセンターがありますので、夜中の11時までやってますから、集金が来たらコールセンターの方にお電話いただければ対応させていただきます。で、あとは